皆さんこんにちは。ここは大阪府吹田市の吹田駅です。普通電車に乗って窓の外を撮影していると貨物列車がやってきました。私の好きな EF66 型ですね。貨物列車はかなりゆっくり走っており、普通電車でも簡単に追い抜くことができそうです。普通電車が加速して行きます。やりましたね。この調子で進むと次の停車駅で EF66 型をホームから撮影できそうです。先頭車両に乗っていたので、急いで撮影できそうな場所まで移動します。しかし、もたもたしている間に貨物列車が行ってしまいました。いつかもう一度チャレンジしてやろうと思っていましたが、ついにチャンスがやってきました。今回はこちらの貨物列車で挑戦します。吹田駅を普通電車が発車しました。この時点では貨物列車とほぼ並走していますね。この辺りで普通電車が加速します。機関車が見えてきました。追い抜きました。ここまでは前回と同じです。橋を渡り東淀川駅に到着です。人がたくさん乗っているのでスムーズに降りることができるでしょうか。急ぎましょう。貨物列車が来ました。なんとか撮影することに成功しました。やりました。2024年の最初の撮影でうまくいきましたね。しかもレアなコンテナも見ることができて本当に良かったです。皆様、今年もよろしくお願いします。